ザコのボールシュート、追いついた、決めました。長畑、鹿児島が追いついた。後半の16分、長畑が一瞬の隙を突いて決めました。これで1対1となりました。今のこのプレーです。このこぼれた、それたボールを長畑が決めました。